ジリナコシチェ線は、スロバキア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は180。1870年に古室キサ区間がまず開業した。その後1871年から1872年にかけて、残りの区間がジリナ側から順次開業した。優等列車は、プラハ発着便、またはブラチスラバ発着で、 それぞれ別の種別名となっているケースが多い。SC, RJ, AN, EC が、プラハ発議、RJ, R が、ブラチスラバ発議である。プラハジリナコシツ間に、1日1往復運行する。ジリナ異性は127号線に直通する。プラハコシツを7時間半で結ぶ。2015年以前は、シトルバを通過していた。ウィーン。 ブラチスラバジリナコシツエ間に運行しており、下記2系統に分かれる。下記1系統が運行している。下記2系統が運行している。下記2系統が運行している。下記2系統が運行する。下記2系統に分かれる。以下では、スロバキア国鉄180号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。 2015年以前の駅名はストレッチのありがとうございます。